ドンファンデ・アウストリア、マルカントニオ、コロンナ、セバスティアーノ・ベニエル・マルカントニオ・コロンナは、ローマの名家コロンナ家出身の提督。1571年のレバントの開戦時に、教皇庁艦隊司令官を務める。新制度を名艦隊全体としては、副司令官であった。軍人というより、宮帝人である。 海戦の前年1570年にも新生同盟艦隊の編成があったが、その当時海上戦闘の経験がないということで、ローマ教皇ピウス五世からの提言にもかかわらず、ベネツヤ・スペイン両国から同盟艦隊全体の指揮官への任命は難色が示された人物である。オスマン帝国がキプロス島の首都ニコシアを包囲を開始したため、 とりあえず新生同盟艦隊司令官に任命される。キプロス救援を急ぐベネツヤアとベネツヤアのためには戦う気のないスペイン勢の間で調停役となるが決断力を欠き、1570年は戦うことなく艦隊は解体される。1571年も継続して法王朝艦隊司令官を務め、新生同盟艦隊総司令官職は、 スペインをフェリペ2世の所定、ドンフアンでアウストリアに譲り、副司令官となるが、新政同盟内で意見が割れた場合の妥協案を示すなど、調停役として重要な役割を果たす。1584年にスペインで隠しした。49歳。ありがとうございます。